こに行きますか。よし、行くぞ。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。とりゃー、よーいしょ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。あ、取れた。この辺りの草でも錬金術に使えるのかね。よーいしょ。これライザが喜びそうかも。これこれ。暴れる力って強いんだよね。おお、落ち着いて。ティア、ティア、あ、これ使えそう。取れた。今すぐ食っちまうか。火の準備ならすぐできるぜ。こういう材料については少し詳しいんだ。現地調達できる治療手段だからな。ティア、レアな鉱石はわかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。知識で知っててもこれこれ、むやみに食べない方が安全だよね。そうね、たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。薬の調合って結構するから、少し多めに取っておこうかな。とりゃー！毒キノコかそうでないかは少しかじる。何よここ！様子を見るのが一番。よーいしょ！花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。とりゃー！これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。とりゃー！届いて！これも素材になっちゃうのか。よいしょ、よいしょ。でも無理だろうな。よいしょ。
使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。このサイズなら一匹でもみんなお腹いっぱいになりそうだね。何が出るかな。これ小さな石とかも混ざってるけどいいのかしら。あった、これこれ。サラサラっと砂は簡単に取れるからありがたいな。加工して宝石に、なんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。比べて多くは宝石がいっぱいだね。てや、やっぱり人工と、ちょっと持ちすぎ。どこに行くの。よし行くぞ。どこに行こうかな。よし行くぞ。さてどんなお宝と出会えることやら。まさかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。
鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。取れた。見るだけじゃなくて素材に使っても花をめでるうちには入るよな。よいしょ。材料のまま使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。ティアー。うん、取れた。ごめんなさい、私これは触れません。ティアー。隕石ってこんな感じなのね。カットされたものしか見たことなかったわ。気をつけて。そこ、やっ、そこ、届いて。せーの、連続よ。そこだ、そこ、よっ、届いて。ライザ、連続よ。任せた。そこ、ライザさん、お願いします。そこ、やっ、届いて。そこだ、連続よ。私が切ります。僕が行く。そこだ。そこ。届いて。セーター。そこだ。よっ。そこ。そこ。やっ。は。届いて。そこだ。まだまだ。よっ。は。よっ。セーター。連続よ。どうだ。そこだ。は。よっ。そこ。楽勝楽勝。さ。早く進もう。これうちの対象でも扱ってる材料だ。行くのさ。よし、行くぞ。この花ならいい素材になるんじゃないかしら。あった、これこれ。そう、なんだ、余裕余裕。そこだ。よっ。はあ。正解。連続よ。ライザ、任せた。連続よ。そこだ。そこ。届いて。ライザ、お願いします。そこ。そこだ。届いて。何を使おうか。一気に行くよ。楽勝楽勝。さ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。あれ？これ。俺が常備してる非常食の木の実と同じじゃねえか。とりゃてやー。この水じゃないとダメなのか。えい、まあいいけどな。あ、取れた。
ごくいい形の石だ。とりゃー！けど、ライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。ザクザクっと。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。なんかこういうのいいよね。どうかしたの？村だと仲がいいのはタオたちだけだったし、この3年間はそのタオたちもいなかったでしょ。同世代の女の子は島にもいるでしょ。そういう子たちとは仲良くならなかったの？家の仕事を真面目に手伝ってる子ばかりだったからきっかけなくて、だからみんなと別れてからは全くなかったんだよね。私も同じかも。ライザたちと離れてからは一人も友達ができなかったから。私も今の時間がとっても楽しいよ。信じられません。3年間友達を一人も作ることなく過ごしていただなんて。私はあまり長い間同じ場所にとどまるような生活をしてこなかったから。私は言った通りきっかけがね。パティも来てみればわかると思うけど、ここと比べるとほんと超田舎だから想像がつきません。ところでパティは女の子の友達っているの？失礼な。これでもお友達の数は多いんですよ。そっか。パティ、友達がたくさんいるってすごいことだよ。だからちゃんと大切にした方がいいと思うよ。してますから。そもそもそれって改めて言うようなことですか？ほら、私島では先生みたいなことやってるから、大切なことはしっかり教えておきたくて。ライザはそんな風に子供たちに教えてるのね。お二人がお友達になれた理由わかる気がします。実はとても珍しい鉱石が手に入ったんだ。そんなに珍しい鉱石なの？ああ、ごく稀にしか取れないもので、市場にはまず出回らない代物だよ。僕も今回知り合いから譲ってもらうまで実物を目にしたことがなかったくらいさ。やったね、デニスさん。コンテストで使う金属は決まりだね。そう、うまくいけばいいんだけど。聞いた話だとその鉱石にはちょっとした問題があるみたいで。どんな？まあ僕も聞いたことがある程度なんだけど、とにかく実際に試してから話すよ。まさかこれほどとは。デニスさん、これ金細工には向いてないんじゃない？同感だよ。恐ろしく脆いと聞いてはいたけど、
に脆かったら使い道がないでしょ。まったくその通りだ。せっかく手に入れたのに残念だよ。私が持ってくるときはちゃんと調べてから持ってくるよ。邪魔するぜ。いらっしゃい。珍しいね、クリフォードさんがアトリエに来るなんて。うん、話しておいた方がいいかと思ってな。俺がこのオートに来たのはあるお宝を手に入れるためなんだ。そのお宝ってのはどんな鍵や仕掛けでも簡単に解除できるようになるものらしくてな。俺みたいなトレジャーハンターが狙うにはぴったりだと思わねえか。なんか魔法みたいな道具だね。だな。さすがはクリント王国の錬金術師が作っただけのことはあるぜ。クリント王国時代の錬金術師が？それ本当なの？本当さ。この前俺が読んでた本覚えてるか？あれを書いたトレジャーハンターがしっかり書いてんだよ。オートを拠点にしていた時、クリント王国の錬金術師が作った遺物を発見したって。見つけたってことは持ち帰ってどこかに保管してあるんじゃないの？それがな、なぜかはわからねえが、そのお宝を持ち帰っては来なかった。なのにお宝の話を書いたもんだから、そいつは嘘つき呼ばわりされちまってな。でもクリフォードさんは信じてるんだ。まあ、嘘つきの話を信じるやつは嘘つきなんて言われて、ガキの頃はずっとのけものにされちまったな。そんな、ひどい。人を信じられねえダセえ奴らなんぞ俺の方から願い下げだせ。まあとにかく俺はそのトレジャーハンターが見つけたお宝を探してるってわけさ。そいつも俺も嘘つきなんかじゃねえ。それを証明したくて。といけないってね。思い出話で愚痴っちまった。クリフォードさん。なんだ？その宝物絶対見つけよう。それでクリフォードさんたちが嘘つきじゃないってことみんなに証明しよう。ああ当然だ。絶対見つけてやるぜ。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。今日は新しい何かに出会えるかも。そう、この花、ライザが喜びそうだ。ザクザク錬金術に使うって意味で。あ、取れた？本当にこれでいいんです？辛かったりしてませんよね。よいしょよいしょ。確か前にこんなのが取ってたような。えい、これがその湖？そうだ。この湖の底に町が沈んでるなんて。一見しただけじゃ全くわからないね。ここからじゃ湖の底も見えないし、
湖があったのは知ってましたが、町が沈むほどの深さとは思っていませんでした。とっても綺麗な湖なのに、そう考えるとちょっとだけ怖く感じるかも。まあ俺はここだと思ってるが、俺の考えが間違っている可能性も十分あり得るからな。何にせよ潜って調べてみるまでは謎のままってことだな。紹介でたくさん糸を扱っているけれど、採取するのはこんなに大変なのよね。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。何よここ。そもそもただの石ってどういう石なの？てやそう、袋の中に入れてる間に取れた？機体の成分が変わったりはしないのかな。違って僕も鍛えたんだ。これくらい余裕で持てるさ。こっちの木は島で採れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。
すごい、こんなところ。そこ届いて。見てみたいかな。何よここ。それ、ザクザクっと。こいつ多分強い。そこだ、よっと。はぁ、正解連続よ。そこやっはぁ、そこだ、届いて。はぁ、正解連続よ。特訓の成果だ。まだいける。動き合わせよ。ヒデ、それから連続よ。そこだ、届いて。はぁ、飛んでけ。私が切ります。成果連続よ。どうだ。そこ、そこだ。パティ、届いて。僕に合わせて。まだまだ。僕に任せて。そこだ、連続よ。そこだ、届いて。パティ、まだまだ。僕に合わせて。正解連続よ。どうだ、止められるかしら。そこだ、固まってるならやっちゃうよ。正解連続よ。そこだ、どうだ。はぁ、届いて。やった、はい。正解連続よ。どうだ。やった、届いて。まだまだ。正解連続よ。エゴの前に止められるかしら。こんなところかしら。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。ちょっとは成長できたかな。魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。えい、ティア。
どこに行くの？対象で扱うようになって、どこに行こうかな。よし、行くぞ。何にしようかな。入れる場所は、何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。次はどうしよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。あれ、あ、ちょっと変わりそう。うまくいくかな。やった、できた。入れる場所は、何入れよっかな。お、いい感じかも。こんな感じかな。じゃーん、こんな感じかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は、入れてから考えるのもありかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。
どこか行きてえのか？よし、行くぞ！どこに行くの？よし、行くぞ！どこに行こうかな。よし、行くぞ。どの依頼にしようかな。これならなんとかなる。すごいわ、ライザ。またよろしくね。すぐに報告できるね。これならなんとかなる。ライザ、怪我には気をつけてね。これならなんとかなる。ライザ、怪我には気をつけてね。材料が足りないか。ライザ、怪我には気をつけてね。すぐに報告できるね。これならすぐに報告できそう。
材料が足りないか。ライザ、怪我には気をつけてね。材料が足りないか。よろしくね、ライザ。これならすぐに報告できそう。すぐに報告できるね、ライザ。怪我には気をつけてね。今は依頼がないみたい。よし、行くぞ。何作っちゃおうかな。さあ、何を入れよう。どれも良くて悩んじゃうな。悪くないね。入れる場所は…さあ、何を入れよう。何入れよっかな。どれも良くて悩んじゃうな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。入れよう。どれにしようかな。やった、できた。どこに行きますか。よし、行くぞ。ああ、いらっしゃい。何か用かい。ちょっと寄ってみただけ。どこか出かけるところだった。ちょっと露店を覗きに行こうと思っててね。ほら、露店って意外な掘り出し物が多いだろ。もしかしたら珍しい鉱石が見つかるかもしれないし。露店か。ねえ、私も一緒に行っていい。ああ、構わないよ。それじゃあ行こうか。宝石詰め放題って、これほとんど石のような。宝石に似たただの石なんていくつもあるからね。違いのわからない人を騙すにはいい商売ってことさ。まあ、ここの店主も騙されて手に入れた商品を知らずに売ってるだけって可能性もあるけど。私も時々見に来るけど、こういうところもあるんだね。でもね、こういう店だからこそ掘り出し物が混ざってる可能性があるんだ。探してみたら意外と簡単に掘り出し物発見なんてことも。何か見つけたの？
紫色の宝石。こんなの見たことない。デニスさんは知ってる？いや、僕も初めて見る。まさか本当に？これってデニスさん、これ貝じゃない？絶対珍しい鉱石だよ。いや、これはダメだ。なんで？こんなの見たことないよ。そもそもこれは鉱石でもなければ石でもない、偽物だからね。宝石でも石でもないなんてどういうこと？じゃあこれは何なの？そうだな、石に見えるように作ってあるけど、多分透明度の高い特殊な樹脂で作られた作品だね。ほら、見る角度を変えると光の反射加減に若干違和感があるのがわかるだろう。全然わからないんだけど。宝石は毎日見て触れてるからね。間違いない、これは偽物さ。宝石が見つからなかったのは残念だったけど、すごいものが見れたし、今日は満足しておくかな。どこに行きますか？ここならのんびり行けそう。
宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私がいたから驚くだろうな。取れた。駆け出しの頃は金がなくてな、よくこいつら食ってたっけ。遺跡探索で何度も見てるからかな、昔より慣れてきてるかも。武器を作るつもり。どこに行きますか。よし行くぞ。よし行くぞ。これならなんとかなる。見たことはあるけれど、実は、なんだ、余裕余裕。そこだ、よっと、はぁ。正解、連続よ、そこ。で、そこだ、よっと、はぁ。キャビン、僕に合わせて。そこだ、キャビン、エンドの子。はぁ。届いて、連続よ、そこだ。剣の舞、見せてあげるわ。そっ、僕に任せて。連打するよ。そこだ。連打するよ。届いて。まだまだ。そこだ。次の前。連打するよ。どうだ。剣、受けてみなさい。そこだ。よっと。はあ。ライトさん、お願いします。そこだ。よっと。届いてよ。まだまだ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。実戦で得た経験無駄にはしないわ。ちょっとは成長できたかな。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。こうして改めて触ってみると、この感触って気持ちいいな。ティア！ティア！これただの石なんだけど、本当にこれが材料になるのかしら。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。ねえ、見せたいものって何なの？今見せるよ。ほら、これこれ。え、これってまさか。この3年間、クラウディアが私に送ってくれた手紙だよ。驚いた？当然だよ。これ、わざわざ島から持ってきたの？もちろん。クラウディアにもらった手紙は私の宝物だし、島に置いてくなんてとんでもないよ。ライザ、私からの手紙喜んでくれてたんだ。私、島の外に友達っていないから、こんな風に手紙もらうようなこと全然なくてさ、この手紙が届いた時嬉しくって叫んじゃった。クラウディアからの手紙だって。本当はね、私からもクラウディアに手紙書きたかったんだけど。ううん、分かってるよ。私は大将と一緒にあちこち移動してるから手紙を送ることができないって。私、すっごく嬉しかったよ。
みんなが島から出てって一人で寂しい気持ちになっちゃうことも何度もあったけど、この手紙のおかげでいつも元気でいられたんだ。本当に嬉しかった。よかった。あ、それにしてもたくさん書いたのは覚えてるけど、私こんなに書いてたんだね。なんか改めて見ると恥ずかしい。恥ずかしがらないでよ、私の宝物だよ。あ、でも今回はなんとか持ってこられたけど、これ以上増えたら持ち歩くのは難しいかも。大切にしてくれるのは嬉しいけど、全部持ち歩くのはどうかと思うよ。どこに行くの？ここならのんびり行けそう。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。苦手になるかと思ったけど、相変わらず虫は平気なのよね。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。あ、早く受け取ってください。早くの扱いには慣れていないんです。あ、取れた。美味しそうな食材が手に入った。少しもらっても大丈夫かな。取れた。届いて。取れた。神秘的なのは分かった。結局どういうものなのかしら。ティア。ティア。神秘的な気持ちになるな。ずっとこのままでいたいな。どこに行こうかな。ここならのんびり行けそう。よし、行くぞ。大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。そこ。やっ。はあ。届いて。そこだ。よっと。はあ。ライザー。任せた。せーの。連続だ。よっと。届いて。はあ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。相手でも油断は禁物です。そこだ。よっと。はぁ。連続よ。そこ。やっ。はぁ。届いて。はぁ。
こだ。そこ。オーケーせーの。連射だよ。そこだ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。なんだ余裕余裕。そこ。連続よ。そこだ。届いて。連続よ。ライザさん、そこだ。援護するよ。そこだ。連続よ。そこ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。余裕余裕。そこだ。よっと。はあ。連続よ。そこ。よっ。そこだ。よっ。届いて。正解。連続よ。そこ。そこだ。よっ。そこ。はあ。僕に任せて。そこだ。よっと。そこ。はあ。正解。連続よ。届いて。まだまだ。当然の結果よ。あ、皆さん的中です。そこ、やっ、はっ、届いて。はっ、正解。そこ、連続よ。そこ、はっ、やっ、はっ、届いた。任せた。そこだ。ライザさん、お願いします。正解。連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。皆さん的中です。そこだ。よっと。正解。連続よ。そこだ。よっ。届いて。ライザ任せた。連続よ。届いて。楽勝楽勝。さあ早く進もう。よいしょっと。よーいしょ。ねえ、どこに行くのさ。
ザクザクっと。てやー、よーいしょ。よーいしょ。魚釣れろ、魚釣れろ、魚釣れろ、魚釣れろ。強そうだけど、大丈夫かな。そこだ、よっと、はぁ、連続よ、そこ、やっ、はぁ、届いて、よっと、はぁ、せーの、連続行き、そこ、そこだ、そこだ、よっと、はぁ、はぁ、せーの、するよ、そこだ、よっと、はぁ、はぁ、一気に行くよ。そこだ、よっと、はっ、正解、連続よ、そこ、ライザさん、それで、はっ、任せてください。そこ、やっ、はっ、そこだ、届いて、はっ、正解、連続よ、そこだ、よっと、そこ、やっ、はっ、届いて。何を使おうか。一気に行くよ。ライザさん、お願いします。よっと、はっ、そこ、やっ、はっ、届いて。まだまだ、そこだ、よっと、はっ、せーの、連続よ、そこ、よっと、はっ、そこ、ライザさん、お願いします。ライザさん、お願いします。そこだ、よっと、はっ、何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだ、よっと、はっ、そこだ、よっと、連続よ、まだまだ、そこ、そこだ、よっと、はっ、そこ、はっ、そこ、はっ、さあ始めるよ。一気に行くよ。あたしたちの勝ちだね。ちょっと強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。ちょっとは成長できたかな。行きますか。よし、行くぞ。Thank you.
タオとボースいるかな。見かけたら声かけてみようね。どこに行こうかな。よし、行くぞ。どんな依頼があるかな。これならなんとかなる。ありがとう。これが報酬よ。これならなんとかなる。ありがとう。これが報酬よ。すぐに報告できるね。報告できるね。これならすぐに報告できそう。すぐに報告できるね。これならなんとかなる。よろしくね、ライザ。すぐに報告できるね。ライザ、怪我には気をつけてね。これならすぐに報告できそう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 。数が足りない。よろしくね、ライザ。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。
こに行きますか。よし、行くぞ。どこに行きますか。よし、行くぞ。はい、どうぞ。やあ、ライザ、ちょっとお邪魔するよ。あれ、デニスさん、ここに来るなんて珍しいね。うん、これは直接僕がライザのところへ行って言わなきゃいけないと思ったからね。ライザ、これは職人区で働く職人一同からのお礼だ。つまらないものだけど受け取ってくれるかい。あ、お菓子の詰め合わせ。でもお礼ってどういうこと。僕たち職人は物を作ったり直したりするのが主な仕事だけど、それだけをやっていればいいというわけでもないのはわかるだろう。作業をするのに必要なものを揃えることや、不安要素を排除するようなこともしなければならない。ただただ集中して作業を続けられるのが本当は一番いいんだけどね。まったくだよ。だからこそ僕たち職人は作業に直接関係ないことを依頼に出すんだ。そしてライザ、君は僕たち職人の出す無茶な依頼をいつも受けてくれているだろう。おかげで僕たちは自分の仕事に集中できる。これはそのお礼さ。そうだったんだ。そういうことなら遠慮なく。受け取ってくれてありがとう。職人のみんなも喜んでくれるよ。私も力になれてるのが分かってとっても嬉しいよ。職人さんにはこちらこそいつもお世話になってるからね。君は本当に優しいね。これからもお互い助けつつ、助けられつつ協力して頑張ろう。こんなのどうかな。何作っちゃおうかな。何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。やった、できた。
と入れる場所は何入れよっかな。さあ何を入れよう。どれにしようかな。じゃーん、こんな感じかな。どんな感じにしようかな。よし、これにしよう。これくらい変わると嬉しいよね。これくらい変わると嬉しいよね。何を置こうかな。よし、これにしよう。何を置こうかな。何を置こうかな。雰囲気変わるものを置きたいな。よし、これにしよう。何を置こうかな。何を置こうかな。いい感じかな。何を置こうかな。雰囲気変わるものを置きたいな。雰囲気変わるものを置きたいな。何を置こうかな。よし、これにし、雰囲気変わるものを置きたいな。何を置こうかな。雰囲気変わるものを置きたいな。雰囲気変わるものを置きたいな。行こうかな。よし、行くぞ。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。って気持ちにみじんもならねえのがすげえよな。よいしょ。キノコはお店で買ったものを食べるのが一番安全です。原石、これで何だ。これこれ。何が出るかな。この遺跡、クリフォードさんがいなかったら絶対見つけられなかったよ。
一緒。錬金術に使ってよーし、食べてよーし。あった、これこれ。あった、これこれ。そうだ、対象にも入荷しておかないと。在庫が少なくなってたんだった。うちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。てや敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はぁ、正解連続よ。やっ、そこだ、届いて。はぁ、正解連続よ。カオよろしく。せーの、楽勝楽勝。さあ早く進もう。はあ、よかった、空気があるよ。エアドロップのおかげで空気は吸えてたのに、なんだか息苦しい感じだったね。息ができるとはいえ、水中をずっと泳ぐのはさすがに疲れますからね。それにしてもこんなところに入り口を作るなんて一体何を考えてるんだろう。ここが湖になる前に作ったのが、湖になった時に沈んだだけじゃねえのか。とにかく先に進んでみよう。そうすれば何かわかるかもしれない。うわ、大きい。あれなんだろう。どこかが崩れて落ちてきたものじゃないみたいだけど。やっぱりあの伝承は真実だったんだ。あれはただの岩じゃない、空から落ちてきた星だよ。けどそれにしちゃおかしくないか。どうしてこんな中にそんなものがある。周りのものは明らかに後から作られてるだろう。そうなんだよね。天井に穴が開いてるわけでもないし。ん？ねえ、上の方、あれ建物じゃない？本当だ。まさか人が住んでるなんてことないよね。ライザ、怖いこと言わないでよ。何にせよ上にも何かあるのは確かだな。どこから行けるか探してみようぜ。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はぁ、連続よ。そこ、よっ、そこだ、動いて。はぁ、ライザー任せた。正解連続よ。そこだ、よっ、届いて。援護するよ。そこだ、よっと。はぁ、正解動いて。連続よ。そこ、任せてください。そこ、そこ、
まだまだ。正解。そこだ。よっ。そこだ。正解。連続よ。まだまだ。そこだ。よっ。そこだ。ライザー。任せた。正解。そこだ。よっ。まだまだ。まだまだ。当然の結果よ。ちょっと強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。ちょっとは成長できたかな。取れた。砂って普通の砂でいいのかしら。思ってるんでしょうか。かもしれないね。けどこの光は一体。あ、おい気をつけろ。迂闊に触ったら。な、何？消えた。クラウディア。おい近づくな。こいつも。クラウディアさん、お怪我はないですか？ちょっとびっくりしたけど平気だよ。それより追ってきてくれたんだね。当然。それにしてもここさっきまでと同じ遺跡の中？どの辺なんだろう。クリフォードさん。よかった。どうやらあそこに置いてあったのは転送装置だったみたいだ。しかしお前らいくらなんでも迂闊だぞ。こういう遺跡には誰が仕掛けたかわからねえ罠もあるんだ。むやみに近づくな。ごめんなさい。まあ今回のは罠じゃなかったようだからよかったかな。ここって庭園ですよね。すげえな。いつからここが封鎖されてるのかはわからねえが、まだ植物が生きてるとは。見たことない植物もたくさんあるけど害はないよね。だといいな。あれ？ライザさん、何かありましたか？このつぼみみたいなのが気になって。やっぱりこれも生きてるんだよね。まあ異様な大きさだからな。こんなのつけてる植物がただの植物なわけねえ。けどそれ以外に変わったものは。はい、はい、
リーちゃん、どうしたの？もしかして戻りたいって言ってるのかな。せっかくここまで来たのに。でも仕方ないか。見た感じ先にも進めそうにないし。そうだな。それにフィーのことだ。お宝の気配を感じたのかもしれないしな。それじゃあ一度来た道を戻ってみようか。フィー、何か見つけたら教えてね。フィるんだろう。形状的に手動で開けるのは無理そうだね。何か仕掛けがあるんだろうけど。それらしいの見つからないね。何か方法を考えないと。錬金術の素材になってもらうね。そっとりゃ。すごい、水の中にこんな場所があったなんて。何か分かった？やっぱりあの庭園のつぼみが何かの鍵になってるみたい。そのために魔力がどうたらって。また曖昧な話だな。結局どうしたらいいんだ？どうって言われても、実際そんなふわっとした感じで、私だってなんだか分かんないよ。あれ、タオくん、ここに文字みたいなものがあるんだけど。え、どれどれ。ほら、ここの部分なんだけど。本当だ、なんて書いてあるんだろう。すごく古そうだけど。お宝に関する何かか。ちょっと待って、この文字は間違いない。クリント王国時代に刻まれた記録だよ。なんて書いてあるんだ。今から読むね。不思議なつぼみに魔石を与えた。ずっとお守りとして身につけていた魔石界だ。それによって私は助力を得た。もしかしてこれって庭園にあったつぼみのことじゃない？何か魔力を与えるとあれが開くのかも。可能性はあるね。けど一つ問題があるよ。ああ、魔石のかけらならまだしも、魔石界なんてそうそう見つかるもんじゃねえぞ。これを残した人はたまたま持ってたみたいだけど、ライザは持ってる？ない。思ったんだけど、
魔石界が必要な理由ってそれに内包されてる魔力が必要だからってことだよね。なら魔石界に相当するくらいの魔力が与えられればいいんじゃない？そっか、それならできるかも。魔石のかけらをたくさん集めて、そこから魔力だけ抽出した魔力の塊みたいなものを作ればいいんでしょ？簡単に言いますけど、そんなもの作れるんですか？うん、なんだか今ならできる気がする。一度アトリエに戻りましょう。新鮮なのが一番ね。素材はもう少し効率。みんな気をつけて。そこだ。連続よ。そこ。や。そこだ。届いて。せーの。連続よ。任せた。そこ。そこだ。や。僕に任せて。そこだ。そこ。や。届いてよ。当然の結果よ。気をつけて。そこだ。よっ。はは。正解。連続よ。やっ。そこだ。届いて。はは。ライザ。正解。連続よ。そこだ。よっ。はは。届いて。僕に任せて。そこだ。よっ。当然の結果よ。
何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。何を入れよう、何入れよっかな。どれにしようかな。悪くないね。よし、こんなもんかな。どうかな、結構よくできたと思うんだけど。多分魔石界と同じか、ちょっと多めくらいの魔力は抽出できたと思うし、早速あの不思議なつぼみのところに持って行ってみよう。